この間ね、ちょっとあの会員さん来てもらった時に喋ってたね、はい、車の話になってね、うん、でちなみに僕その会員さんに、うん、僕はどんな車が似合うと思うたら軽トラって言われたんですよプリウスとかやったらあかんみたい、うん、ということでね、今日はですね、あの釣り合いということで、話したいと思います。平均視聴数400を超えてちょっと調子乗ってます、レジェンデ婚活チャンネルへようこそお越しくださいました。ゆっくり喋らんとね、そう、なんか何やったかな、とんかつとか言ってね、なんかね、はい、まあ、 あの今日はどんな話を、はい、今日はですね、はい、自分の希望通りの人と、うん、なかなかこうお見合いにならないっていう方、うん、で婚活していてね、うん、ちょっと疲れてきましたっていう、この疲れからどうやったら抜け出せるかっていうのをいただきました。疲れるっていうのは婚活に疲れてるんじゃなくて自分に疲れてんじゃないかなっていう気はします。それどういうことかって言いますと、まあ、さっきの車の話じゃないんですけど、うん、僕がちょっとそのね、あのベンツとか乗ったらおかしいよね。多分ね。そういう車乗るとね、うん、コンビニも行かれへんし、うん、マクドも行かれへんし、なんかちょっとええとこ行かなあかんってこう思ってしまって、うんうん、自分が本来行きたい吉野家とかね、はい、中尾とかね、ああいうとこちょっと行けないっていうところでこうイライラ感が多分出ると思うんですよ、うん、軽トラやったらどこでも行けますよね、うん、多分それと同じで、本来ね、本来その人と釣り合う人いますよね。それ以上のものに申し込みをしたりとか交際したりするからしんどいんじゃないかなって思うんですよね。でそのまあよく言うじゃないですか、まあ、立ち位置、自分のまあポジションですよね。例えば時々あるんですよ、お医者さんがいいっていう人いるんですよ、女性でね。でその子は、まあ、どっかでパートしてるっていうんですね。これうちの会社じゃないですよ、あの相談で来られてね。で僕ちょっと言ったのがね、多分しんどいと思うよと、多分そのパートの世界のお付き合い、パートで働いてる人とお友達とかそういう方たち、いわゆる自分が肩の力入れなくても付き合える人たちの中から突然ね、仮にですよ、お医者さんと結婚できて、お医者さんとのお付き合いになった時に、そのまあいわゆるご婦人方、夫人がね、その同僚とか先輩後輩のね、夫人とお付き合いするの多分しんどいんちゃうかなと思うんですね。自分らしくいけない。例えば、今パートで、同僚とかでちょっと飲みに行きましょうって。まあ、そこら辺の居酒屋行きますよね。多分、そのお医者さんとかになってくると、そういうとこ行かないんじゃないかな、ご婦人方はね。ホテルとかね、ホテルラウンジとか、ちょっといいフレンチのお店とかね。なんかちょっとそういうとこになっちゃって、多分自分じゃない自分を作らないといけないですよね。だから、多分しんどい、と思うんですよ。でもまあそれはまあ後々の話になって、じゃあ婚活中にまあそういう人望んだら何でしんどくなるかって言ったら、やっぱ相手されないからなんですよ、うん、そこはね、あの男性から見たら、その女性、女性から見たらその男性ちょっと違うよなって思われてるわけですよ。そう、同じような人にねずっと申し込み続けても、うん、その人たちはあなたたちのことを見ないんですよっていう、そういうことだと思うんですよね。だからその自分のその立ち位置以上のものを望むっていうところが、実はそういう自分に疲れてる、そう思うんですけどね。あのさっきも言いましたけど、まあ僕ベンツよう買いませんけどね、そらもう20〜30年うちの古いやんだったら買えるかもわかんないですけど、十何万ぐらいだったらね。でもそれ乗ったところで多分しんどいと思うんですよね。なんかこう変にこうカッコつけないかんとか、なんか変になんかこう、あ、ベンツ乗ってるか俺こうせなあかんねとか、なんかちょっとそういう思い込みで、ね、多分あの乗るんで、結果的にしんどいからやめちゃうみたいな。やっぱり軽トラがええよなって、うん、ハイゼットがいいんじゃないかなとか、エブリーがいいんじゃないかなとか、多分そんなになるんですよね。だから結婚ってね、やっぱり自分と同じような感じの人が一番いいと思います。自分を作らなくていい、飾らなくていいからね、そういうふうに思うんですけど、まあそう思わずにね、やっぱりこう自分の大体こういう人がいいよっていう人以上の人ばっかし皆さん行きます。である時気づくんですよ、あ違うよなって。
違うなって気づく人はいるんですけど、気づかない人がいるわけですよ、うん、もうずっとそこに生き続けて、うん、だから我々仲人っていうのはその人に気づきを与える、気づきを与えるって偉そうに言いますけど、気づいてもらうためにいろいろね仕掛けをしていくという、まあそんな感じじゃないですかね。どうですか、はい、まあ恋人でね友達に自慢する短期間の間だったら、うん、ちょっとはねそういうのを楽しんでるのかもわかんないですけど、ね、結婚生活っていうのはやっぱり何十年って一緒に、ね、あの連れ添うわけなんでね、うんうん、やっぱり無理すると、うんうん、しんどくなると思います、うん、だからまあお見合いのね申し込み段階で、うん、なんとなくそういうの気づいてるんじゃないかなっていう自分自身、うん、自分がこう例えばねこんなすごい人と結婚したらどうなんかねやっていけるんかなとか思いながら言ってる人っていうのは疲れるんじゃないかなと、うん、今日はそんな感じでよろしいですか、はい、これ実はね、うん、まあ、僕らの腹黒いちょっと思惑がありましてですね、今日は前編ということで次回の後編に繋いでいこうと思っておりますんで、また皆さん、次回の動画でお会いしましょう。はい、ということで今日はこの辺で終わります。どうもありがとうございました。後ほど、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。